京都府立体育館は京都府京都市北区大将軍にある体育館である。2013年11月より同市に本社を置く精密機器メーカーの島津製作所が命名権を取得し、島津アリーナ京都の故障を用いている。アリーナ部1971年10月10日に開館。第一競技場は座席数は最大8635人。バレーボール、 バスケットボールの公式戦などが開催されている。また、プロボクシング世界タイトルマッチや、プロレスリングの公行も行われたこともある。コンサートとしては、1982年3月に、ザ・タイガースの地元外戦公演が開催された。翌年2月28日には、ジャーニーのワールドツアーも行われた。2009から10シーズンより、バスケ、京都ハンナリーズの、準、 ホームアリーナとしても使用されている。2012年10月から改修工事を行い、2013年6月1日に完了。これにより、国際試合の開催にも対応できるようになり、同年11月にはバレーボールの国際大会である、ワールドグランドチャンピオンズカップの男子の試合が開催される。2013年8月12日より9月5日まで、 東大育館の施設命名権の募集が行われ、募集の結果島津製作所が優先交渉権者となった。2013年11月1日から2017年3月31日までの3年5ヶ月、年間1750万円で命名権を取得することで京都府と合意した。これにより、島津アリーナ京都の故障を使用している。そのため2014年から島津、 全日本室内テニス選手権大会の会場として使われている、命名権による名称始末アリーナ京都に関するカテゴリー、ありがとうございます。